ございました。木村元谷さんでした。未来会議から来てくれてます。前北都は都議会に立候補しています。都議会が閉塞状態にあることに耐えられなくなって立候補しました。こじ開けに参ります。こじ開ける技術、これ生物多様性とかサステナブルな社会づくりで30年培った説明責任を果たさせる、合意形成をちゃんとやらせる、そういう技術で追い詰めていきたいと思いますので、ぜひ都議会に送ってください。小島さん、今日ね、いろんな人たちが声をくれましたよ。詐欺師に負けるなって道を走っていたら大きな声で叫んでくれたおじさんがいました。あなたに入れたよっていう声もいくつもいただきました。チラシをくださいって言って駆け寄ってくれる人もいっぱいいました。みんな手を振ってくれたり、みんなって全員っていう意味じゃないけど、手を振ってくれる人も多く、笑顔をくださる方も多く、もう本当に腹が立つのよって。嘘つきは国を滅ぼすんだからね、政治家が嘘つきだと国は滅びる。それと水戸米文化小学校というところのはるかちゃんっていう人がちゃんと話し合って決めないといけないよねって言ってくれました。民主主義をちゃんとしたい、もう小学生でも学校で教わることなのに、逃げ回っている都知事を許しておいてはいけません。小島敏郎さん、逃がさないぞと言って、まあ、立ち上がった一人の公益告発者です。小島敏郎さん、駆けつけてくださいました。ありがとうございます。一言お願いいたします。小島敏郎です。前北都の後援会長、たった一人の後援会長であります。今回中野区の都議補欠選挙に立候補した前北都、今まで、環境活動、一生懸命やってきました。前北都は、この中野区に、嘘のない都議会議員を作ろう、自分がなろうという意を決して、都議会議員選挙に出ております。今回の知事選挙、これはもう非常に異常な選挙です。現役の、小池百合子さん、諸公務に専念すると言いながら視察に行きまくってます。で、都庁の記者クラブの記者を連れて視察に行きまくっている選挙期間中でにですよ、これって公費を使った選挙活動じゃないですか。そうだ、今まで国の総理大臣や国会大臣、あるいは他の地方自治体の市長や知事も決してやらなかったことです。公務と称して視察に行き、東京都の金を出しているところに行って成果を誇る。公務は公務と選挙、これは厳密に分けなければいけません。今回のような公務と称して事実上の選挙活動を行う、そんなことが許されるならば、これからの総選挙も総理大臣や大臣や政務官やそういう人たちが業界団体を回って投票してくれたら補助金をあげる、許認可をしてあげる、そう思わせるために大臣や政務官、あるいは総理大臣の名前を使って公務と称して視察に行く、そういう選挙活動が許されてしまいます。これは地位利用の選挙活動ですし、公費を使っての選挙活動だ、まあ、事実上そういうことをずっとやっています。これまで多くの政治家が避けてきたタブー、それを今破って闇雲に選挙活動をしていると、そうとしか見えません。公務に専念するならメディアを連れてあちらこちらへ走り回って
自らの成果を誇る。自らの成果はすなわち今回の選挙活動の公約でもあります。どこにけじめがあるんでしょう。公費を使って視察をして事実上の選挙活動をする、もう破れかぶれです。そしてフリーランスの記者からは逃げまくる。質問が出ると、逃げまくる。これが小池都知事の今の選挙活動です。小池さんはそういう批判のするメディアからは逃げまくる。そして公費を使って記者クラブのお友達記者を連れて視察と称して利益誘導をする、こういう選挙活動です。これ異常です。これまでやってはいけない、誰もやらなかった、そういう選挙活動です。本当に異常。小池さんの選挙活動は記者から逃げ回って嫌な質問には答えない。そして自らの味方の記者クラブの記者だけを連れて視察と称して選挙活動をする、公費を使って選挙活動をする、そういう異常な選挙をやっています。そして小池百合子さんの妹分と言われるのがここ中野区で立候補している荒木千春さんです。これも許してはいけません。そういう嘘つきや公私のけじめのない知事を応援する、そういう都議会議員はここから出してはいけません。しっかりして、しっかりした情報公開と都民の意見を聞く、そういう前北都をぜひ都議会に送っていただきたいと思います。この隠し事の政治は、神宮外苑や築地の市場跡地の再開発にも現れています。こういうブラックボックスで再開発をするという手法は伝染します。この中野区のサンプラザの後、あるいは、区長庁舎の跡地、大きな再開発が進んでいます。しかし東京都がブラックボックス、都民に知らせない、結論だけ知らせれば情報公開だ、都民の意見は聞かない、説明会をしっかりやってくれ、そういう声も聞かない、そういう都知事を死と崇めるような荒木千春さんが当選したら、ますますブラックボックスの再開発が進んでしまいます。民主主義は都民に情報を公開する、何が起こっているのかを知らせる、そして都民が説明を求めたらしっかり説明をする、逃げ回らない、そういうものが民主主義です。前北都は都政を開く、そういうブラックボックスの開けていく、こじ開けていく、何が起こっているかということを都民に知らせ、そして都民にの意見を聞いていく、説明を求められれば説明をする、そういう都政を都議会から、作り出そうとしています。ぜひ前北都に一票お願いをしたい、そう思って、講演会長であります。私は、小島敏郎と申します。ぜひ前北都にご支援をお願いしたいと思います。ありがとうございました。小島敏郎さん、ありがとうございました。本当に小島敏郎さんの話はいつも理知的で、聞くと頭がスッとします。そしてその中には恐ろしいくらい真実がこもっています。その込められた真実をなるべく飛び立たせてみんなにお届けしたい。聞いていると小池百合子さんの都政はもはや断末魔、タガが外れたとしか言いようがない。この選挙戦でも公費を使っての公務、それと選挙活動の政務、それらを混ぜてはいけないという決まりがちゃんと日本にはあるのに、それを無視したみんなの無知につけ込むような、そんな変な選挙戦になってます。異常事態です。
テレビが異常だからスポーツ新聞も元気です。こんなことが許されるのか。スポーツ新聞だけだとスポーツ新聞には悪いけどどうなのかなって思っちゃうけど、小島敏郎さんがこれは異常だって言うと、ああやっぱり異常なんだ、そうか、そう思ってたんだ私もと思います。タガが外れた断末魔の小池都政にとどめを刺しましょう。皆さんの投票用紙でとどめを刺してください。もう交代させてあげてください。小池百合子さんも苦しいはずです。これ以上嘘をつかないで済むように、皆さんが他の都知事を選んでくれれば小池百合子さんも救われます。これ以上彼女を誤った道に突き進ませない、それはこの国のこの大都市の滅びを止める建設的な営みです。ぜひ正しく判断してください。都議会選挙に立候補している前北都、全国がこの中野区に注目しているのは、中野区の人たちの良心に期待しているからです。中野区の皆さんの良心を試金石として、この勇気を他の東京都に、東京都全域に、そして日本全国に広げていきましょう。合意形成をきちんとするための情報公開を進める、都議会をちゃんと機能させる、ちゃんと都民の声を拾う、テレビ局の圧倒的なメディア露出で錯覚を振りまいている断末魔の小池都政、ちゃんと水を取ってあげましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に何度もありがとうございます。ありがとうございます。小池都政を終わらせて気持ちのいい